変わった体質、得意体質の代名詞みたいなロストチルドレンにそう言われると少し複雑な気持ちになる。少年には父の記憶も母の記憶もない。だから自分の正体をよく知らない。分かっていることはただ一つ、自分がどうやら少女たちの求める救いの鍵なるものらしいということだけ。そして今はそれだけで十分だと思えた。町を抜けて森の中へと入っていく。うららかな木立はもはや見る影もない。竜巻に巻き上げられた無数の木の葉が全てを引き裂かんと辺りを飛び回っている。早く何とかしなければ。スフレ、君の心も罪に怯えている。もしかして君もラナンと同じように風の守り神の暴走に関係があるのか？もうデリカシーがないよお兄ちゃん。乙女の心の声は気安く読んじゃダメなの。でも、うん、半分正解。あの日真っ黒な雲が空を覆って森も町も何もかもが鬱陶しくなって全部吹き飛ばしちゃえって気になって、いろんなものがぐるぐる風に舞うのが楽しくて、その時は夢中になって遊んでて。もういいよ、思い出さなくていい。君が悪いわけじゃないんだから。でも、でも悪いのは君にそんな思いをさせたやつだ。いつかそいつもとっちめてやろうよ。私なんて役に立ちません。まったく見てらんない。早く変わってよ。you
私なんて役に立ちません。今早く変わってよ。私なんて役に立ちますなって任務に受け継ぎました。
曰く自分はもともとウィンドリアに住む平凡な女の子だったのだという。守り神が暴走したあの日、散り散りになった家族を取り戻したいと強く願った。その願いに風の守り神の意識が応えて、残されていた白い魔力を託してくれた。だから知っている。風の守り神がどれだけ怯えていたか、どれだけ悔いていたか、そのすべてを自分のことのように思い出せるのだと。だからね、スーとラナーお姉ちゃんとではちょっと事情が違うの。スーはスーのままだけど、風の守り神様の心が混ざった時にちょっと違うスーになったの。それでも思いも願いも変わらない。スーは私を風の守り神を沈めて家族を探しに行きたいの。分かっていますわ。願いこそ違えど、私たちは皆思いは一つですもの。ちょっと勝手に数に入れないでよ。私は別にそんな仲良しグループに入ったつもりないんだけど。寒暖はそのくらいで。風の守り神がこちらに気づきました。よし行くよ。みんなスフレを黒い魔力から解放するんだ。私なんて役に立ちまなくて。はい、交代です。
私なんて役に立たない。あとは任せて。私なんて役に立ちます。見てらんないよね。見てらんないよね。Thank you.
邪魔よ。とっておきなんだから。これでも食らえ。私なんて役に立ちませない。ドキな。穏やかな風が静かな森を吹き抜けていく。守り神が沈められた今、ウィンドリアはかつての姿を取り戻していた。人々の感謝の声が空にまで届いてくる。聞いていると力
が湧いてくるような気がする。同じことを感じているのか、ロロイが少し興奮したように辺りを飛び回っている。けれど戦いはまだ終わりじゃない。炎と風の守り神は何とか沈めた。けれど残りの守り神は今も各地で暴れ続けている。これは素晴らしい。人々の心に希望が蘇っている。白い魔力が少年の中に培われ、増幅していく。でもこれでお別れなのかな。スフレはこれから家族を探しに行くんだろう。え、スーはお兄ちゃんと一緒だよ。みんなどこに飛ばされちゃったのか、手がかりとか何もないんだもん。風の守り神の力だってまだ残ってるし、だからみんなと一緒に戦いながらお父さんたちのこと探すの。そうすれば見つけてすぐにお兄ちゃんのこと紹介できるしね。うん、いい考え。紹介はともかく、これからも助けてくれるというなら心強いよ。じゃあ改めて今後もよろしく、スフレ。うん、改めてよろしく、お兄ちゃん。スーはね、ずっとお兄ちゃんたち